こんにちは、やるです、今日も地球の思い出コメント読みをしていきます。思ったんですけど、セミがですね、向こうで鳴いてるぐらい、てか地球の思いの中だったらマイクはなくても大丈夫そうだなっていうことで、マイクなしで今日もやっていこうと思います。今日はですね、昨日ちょっと夜の方にコメントたくさん読んだので、今日のコメントはもう3件ですね。3件なんですけど、割と3件でも、まあ、大事なコメントあるかなと思ったので、読んでいこうと思います。まあ、深掘りして話していこうと思うので、ぜひ参考にしていただければと思います。じゃあですね、タケルム、8月5日の、コメントで推しの空さんからコメントをいただきました。ゾーリーってことで、これはちょっと皆さんに役立つか分かんないですけども、普段草履履かれてるんですか。一時期足袋みたいな靴を履いていましたが、結局普通の靴になっていますけどね。僕はですね、冬でもですね、草履を履いています。草履っていうのはね、ミサトッコっていう、なんか保育園とかとかでもなんか指定靴みたいにされてるような、今ないんですけども、はい、草履を、普段履いてですね、もう足がやっぱ解放されてると ものすごい楽なので、まあ、夏だろうと冬だろうとベース草履みたいな、はい、そんな感じで、まあ、本当はね、草履で手にしたいなみたいな、そんな感じなんですけども、草履で子供たちとバスケットしたら、さすがに足がね、ちょっとやられちゃったんで、はい、あんまりこうスポーツ向けではないなということで、当たり前ですけども、真似しないように気をつけていただければと思います。まあでもね、やっぱ足ね、指がこう広げられる状態の方が楽なので、ね、クロックスも前入ってたんですけど、クロックスよりも草履の方が指が開放的なのでいいと思います。じゃあですね、ストレートアームフォアハンド、フォアハンドと片手バックを習得したいなら、まずはここだけ押さえるとできますっていう動画のコメントで、秋太郎さんからコメントをいただきました。いつもありがとうございます。1から順番にやっていて、結局ドッグパッドまでなかなかできずにいつも終わっていました。全てを省いてドッグパッド、そういうつもりでやっています。とはいえ、次回はいきなりダブルスの試合なので、ちょっと考える時間はないかもということで、試合の時はね、自分ができそうだなと思った時はやっていいと思うんですけども、できなさそうだけどこれやらんといかんみたいになって、できなかったらまずいので、まあ、練習する時に意識できれば。ただですね、一応、まあ、普段ね、伝えてるのは、まあ、両手でターンして、テイクバックしてドッグパッドして打球だとして、まあ、ドッグパッドからでいいですよってことなんですけども、ドッグパッドだけと思っても前向きのまんま右手だけでドッグパッドしようとすると失敗しやすいので、どっちかというと体が右向きながら、左手がコート右に行って、こういう状態を作ってから打球できるかなと思ってやった方がいいと思います。とにかくね、この長い腕を使うためには、ドッグパッドから肩を支点に、この振り子のようなこういう風に使っていきたいので、ドッグパッドを通らずに両手でターンしてテイクバックしたけど、そのまま行っちゃったってなったら手が変わってしまうので、ぜひね、このストレートアーム後半の手に入れたい人はチャレンジできればと思います。まあ、慣れてきたらね、練習して慣れてきて、これだったら試合でもできそうだなと思った時に、ぜひチャレンジしてみていただければと思います。じゃあ最後ですね、8月8日の竹沼のコメントで、坂さんからコメントいただきました。ドッグパッドのフォアハンドを練習して4年、ビデオ撮影し、いきなり、それなりに形になっているのですが、どうしても左手がかなり意識しないとピシッと伸びずに、ふとこの動画を見てハッとしましたということで、改善できなかった問題点、1、股関節ターンが少ないので背骨がツイストしているから左手が伸びきらない、これ絶対かな、はい、2、左手が、背筋を伸ばして内旋して、ラケット後方に持っていけてなくて、肩だけで上げてラケットを後方に持っていってしまうので左手がふにゃっと伸びる。対策、右足を右後方に重心移動するのと同時に左手を伸ばすってことで、そうですね、まあ、とりあえずこの左手が伸びない人の原因は確実に股関節がターンしてない、なんていうかな、股関節ターンって僕よく言葉としてあんまり好きじゃないですけど、股関節を内旋させない。内旋ってことは、足だけ見せると、これ内股、例えばこれ今内股の状態内旋だとして、でこの内旋を内旋しようと思うわけではなく、右の足を地面につけたまま腰の向きを変えようと思えれば
勝手にこれ内股になります。これ内旋します。まあ、内旋をさせながら両手でターンできるから。なんで、対策として、ちょっと待ってください。もういいか。この股関節のターンをせずに、両手で持っていって、テイクバックだよねと思ってる人は、これ今分かるか、腰がそんなに、今前向きのまんま、こうやってるみたいな感じ。これ開いて苦しいんです。僕にも伸びない。なんで腕がね、こう、なんですかね、こうやって肩のストレッチをするような、こういう角度だと苦しいので、どうしても力を抜いた方が楽なんです。で腰の向きが例えば真横に向いてくれると、左手を伸ばすのは、言ったら右を向いた体を前に伸ばしてるだけみたいな感じなんで簡単なんです。これでふにゃっとする方がなんかちょっと気持ち悪いというか。なんで、右の股関節を回旋、内旋です、内旋。内旋させませ、内旋させましたっていう状態が、もう左肩の、まあ、内旋にもつながりやすいので、右股関節内旋と左肩の内旋を使って、ターンできるから。で、それをしようとすると、この対策で書いてある、右足を右後方に重心移動するのは、の同時に、左手を伸ばすから。右股関節を回旋させ、左肩を内旋させ、そこから右足を後頭後方、この右後方に動かすときに伸ばそうかな。ってことはじゃあ何が大事かっていうと両手ターン。まあ、両手のターンの意味はバックハンドに打たれたときに、どうこうとか言ってますけども、まあ、いろんな意味があるので、左手が伸びてない人は確実に、この、胸椎だけで回旋させて、体ってこの股関節が回ることによって体の向きを変えることもできるし、腰の向きを変えなくても胸椎ってだいたいこう30度から40度曲がるんです、まあ、平均30度ぐらい。これで今、腰は前向いてるけど肩は横向いてます。横っていうか真横は向いてないけどちょっとひねってます。これで持っていこうすると、なんかできてそうな感じ。自分では一生懸命やってるからできてそうなんだけど、あくまでもこの足の付け根からその動きをできるかなが大事になるので、ボールが来た時にそんな意識できないよって思う方もいると思うので、素振りの時に自分の体をどう動かすかなって考えた方がいい。これ、困ってる人、八尋コーチの重心落とす、過去僕の認識です、テイクバックで、救われる人はいるかもです。何回も見たのですが、この細かい段階の動画でハッとしました。うまく伝わっている人に伝われば再生回数伸びるかも。かっこ悪い。左手ピシッとなるかもしれない動画をありがとうございましたということで。そうですね。左手が伸びてない人は、胸椎だけでターン しようとしている確率がものすごい高い。それがあるかなっていうぐらい、今パッと思いつかないぐらい大事なところなんで、ぜひね、左手が伸びない人は、今回の動画を参考にしていただけます。なんでもう今回の動画ね、コメント3つなんですけども、結構その、1本の動画にできるんじゃないかなっていうぐらいの内容だと思うので、参考にしていただけます。じゃあ、その話で、今回の動画は終わります。また次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。あなたのテニスが、より早く、効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。
はい、そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。